今日はスーパーラジエントヒーターについてのご案内、1日目をやっていきたいと思います。こちらは1 0 0トタイプです。電気工事がいらない分なので、すぐに使えます。とっても便利です。我が家ではこれがホットプレートの代わりとかトースターの代わりとして、また卓上の鍋をするときにも活躍しています。これね、とっても便利なのが、 炊飯機能がついているので、鍋とセットして炊飯器として使うことができるので、短時間でできて約10分ちょっとで炊けますので、炊飯器使うよりかは電気代がめちゃくちゃ安くなります。そしてかまどだけなので、もう本当に3日間は腐らないご飯、酸化してない還元されたご飯が食べれます。はい。そしてこちらがですね、 このマンション、オール電化のマンションで iH が組み込まれていたんですけれども、私ちょっとやっぱりスーパーラジェントヒーター、遠赤外線が大好きなので、iH を取り外してスーパーラジェントヒーターを中に組み込みました。我が家では、ちょっとこれ後ろを見てみると、あら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 ,ら、電子レンジも炊飯器もトースターもない。そうなんです。我が家は本当に スーパーラジエントヒーターを土台として、あと鍋を使って炊飯とか温め。ここにね、あるのが不思議な蒸気鍋といって、これで電子レンジの代わりします。電子レンジ使うよりかはラジエントヒーターと組み合わせて使うと電気代も安くなって、ものすごく還元されたお料理、栄養たっぷりのが温め直しとかね、解凍とか、また調理もできますので、ものすごく お得ですはいではちょっと今日は出だしの部分始めだけこのあたりで終わりたいと思いますまた次回お会いしましょう